皆さんこんにちは。みおみです。はい、今日は東京選抜戦2022、はい、お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。エクストリーム、エクストリームありがとうございました。ということで、はい、最終結果ですね。最終結果をじゃあまずは言っていきたいと思います。はい、東条リオプロ、はい、5位ありがとうございます。本当にありがとうございました。はい、大谷由美プロ9位、はい、ありがとうございました。いや今年は激しかった。あ、そうですね。なんか6位の中田さんと結構ずっと争ってたんだよね。そう、なんかもうやっぱこなしてって、うん、いつでもどこでもできちゃうから、うん、やっぱ参戦率もとにかく高くて、うん、そう、なんかやっぱみんな、うん、毎日参戦してたからね。うんうん、私も一応解禁賞はしたんですけど、うん、やっぱり時間がねそんなにたくさんは取れなかったんで、どうしても、まあ、そこがちょっとね悔やまれる部分ではあるけど、でもまあ、ね、無理して体壊しちゃってもっていうところもあったんで、ちょっといいバランスでただ解禁賞を目指してやろうと思って頑張りました。はい、でもね、まあ、ユーザーさんもねすごい多分頑張ってくれたと思うんで、本当に2ヶ月間ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。で、また今年も去年好評だったリオミンチャンネルの、まあ、帰れまてみたいなのをやりましょうってね、はい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 、話だったんですけど、なんかね、またあれ、なんか去年もトラブルあったような気がするんだけど、帰れまてやろうとすると、うん、なんかトラブルあ、帰れまてが悪い疑惑。いや、帰れまてが悪いのか、うん、私のタイミング、うん、まあ、大体9月って風に見舞われてるから、うん、そうなの、そう、9月ってダメな、誕生日月が毎年風なこと言う、うん、そうなんだ、そう、だって、うん、帰れま10の、うん、大岡の前日に帰れま10やって、うんうん、あ、違う、大岡の当日か、うん、やる予定だったんだよね。そうなんだけど、大岡出れなくて高級したし、うん、帰れま10もできないしみたいな、ね、台風の影響で、新幹線が止まっちゃって、うん、名古屋で足止めを食らっちゃって帰れなくなっちゃったんだよね。そう、始発で帰れると思って始発のチケットも買ったんだけど、うん、結局お昼まで出なかったのかな、新幹線が、うん、なんで止まるとこもなくて、ね、台風は、うん、いや、もう本当に災害の脅威を味わいました、うん、今年は、はい、すいません、はい、まあ、私は一応やって、うん、30人以上の方とは帰れま10できたんだけど、うん、今年はなんだろう、去年からそのシステムが変わったというか、うん、プロと同卓がしやすくなったんですよね。そっか、確かに。そう、だからちょっとね、思いのほか早くクリアしちゃったんで、うんうん、それ以上やったんですけど、来年はやっぱりもうちょっと過酷にしていきたいんで、まあ100人かな、2人で100人サポーターさんと、まあ、うん、同じシステムだったらね、いけそう。そうだね、うん、これまたシステム戻っちゃったらダメかもしれないけど、一応100人を目指して来年は、まあ、はい、来年こそは参戦しようね、っていうか、うんうん、そうね、帰れま10、うん、スケジュールに余裕を持ってやりましょう、うん、最終、まあ、大体最終日とか最終日前日とかにやるんで、うん、皆さんもまたイベントも参加してくれたら嬉しいなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、心ばかりなんですけども、はい、応援してくださった、まあ、サポートさんに名前ないんだよね、うん、結局登場組とか登場会とか言って、あ、登場会か、うん、出たりとかはしてたんですけど、うんうん、特にその、うん、私が言ってなかったから、うん、じゃあ来年はつけようぜ、登場サポーターに、うーん、うん、じゃあ登場会かな、リオパラッパラッパーで懐かしいな、もうパラッパラッパーって言っちゃってるしリオパラッパーとかって言ったけど、うん、パラッパラッパーって言ってたから、ね、全部つけただけみたいなちょっとじゃあ来年だったらまたね、案も募集するかもしれないんで、うん、はい、リオサポの皆さんは、はい、考えておいてほしいなっていうことで、はい、じゃあ今年は名前はないけど、はい、応援してくださった皆さんに、1位からちょっと20位の方までね、はい、はい、発表させていただきたいと思います。1位勝人さん、17,260票ですって、すごい、ありがとうございます。2位ピンスラさん、3位シュッティ、4位ダイさん、5位キョウリオさん、6位シンジさん、7位マサヤン、8位コウセイさん、9位つよさん、10位リオコさん、11位エルさん、12位ヒビキ、
13位アルトくん、14位ケントくん、15位ヒロミさん、16位エンジェルさん、17位アルビノさん、18位ガキオさん、19位ポポンタさん、そして20位ユチョンさんです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。皆様に本当にあの感謝でございます。ありがとうございます。本当みんな家族だと思ってる。本当にありがとうございました、うんうんうん、はい、じゃあウオタニの方の上位20人も、はい、お名前を読ませていただきます。はい、はい、1位カールくん27,213票。嘘でしょ、すごくない？あの全ユーザーの1位だったらしいです。そりゃそうよ、はい、ありがとうございました。てか過去最高記録かも、しんないこれ。あ、本当？見たことない、27,000なんて。ちょっとね、桁が違いすぎてね。はい、すごいね。じゃああとお名前を読ませていただきます。はい、2位ジンボンさん、3位クマオさん、4位ウイングさん、5位カラリンさん、6位 FTK さん、7位ミナミさん、8位ボク様さん、9位キノヤ、キノアユ M さん、10位マッチ、12位 EST さん、12位トップガンさん、13位トムさん、14位ツバカモメさん、15位ハミルトンさん、16位ズモズモさん、17位 DDT さん、18位ヒロさん、19位リショブンさん、20位ミッチーさんでした。ありがとうございました。皆様本当に本当に感謝でございます。この評価制が大変なのよ、本当に、はい、ありがとうございます。本当にありがとうございました。はい、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。はい、これからも、リオミン2人でコンビで楽しく、はい、ファイトクラブもやっていきたいと思いますので、はい、これからも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。